森友学園をめぐる公文書改ざん発覚後に自殺した財務省近畿財務局の男性職員の父親が ANN の取材に応じました。遺書には当時の上司から改ざんを指示され悩んでいたことが記されていたと証言しました。佐川さんのなんか指示で本人から直接その話聞いたわけじゃないけど、あの遺書にね書いとるのをちょっと 見たんですけど、報告書をね書いたらしいんですけど、書かされたらしいんですけど、それをその嘘のね、結局まあ嘘みたいなことになったんですけど、それが耐えられん、その上司の言われることをね言うとりにしてね、逆らうわけにいかんでしょう、仕事ですから。それもで嘘を書いたいうことが自分の結局負担になってもう死につながったいうことです。父親は当時の佐川元理財局長への不信感を語りました。誰が任命したんでしょうかな、あの権限が不十分だということで起訴になった。佐川さんが当時のその最高責任者でしょう、はい、それが何もその罪にもならずにね、なんか退職金も普通にもらって辞められたみたいな。だから男性職員は勉強熱心で表彰もされていたといいます。本人もあれ大蔵省入った時に一生懸命勉強して、あそこに表彰状を置いておりますけど。